この度はご来場いただき誠にありがとうございます。迷子のお知らせを申し上げます。ジャージを着ている三つ編みのゆりちゃんとなつきちゃんがステージ上にてノコファムを探しております。お心当たりのある方はステージ前最前列までお越しください。いいのかな言っても。ティフ行ってきた人、そんな人いない。
そんな人いない。ごめんなさい。でも回してくれるのすごい嬉しいね。確かに。ね。でも違う。今日はここがティフなんだよ。そうだよね。そう。ねえ。はい、はい、そんな感じなんですけれどもね。はい、ウラティフ、タケノコ初出演ということで。はい。こんばんは。こんばんは。はい。今歌った曲あるじゃないですか。これ、大輔さん聞いた。うん。タケノコっていう曲なんですけど。うん。その曲と、あと次にある曲がね、そう、あの、もう多分歌わなくなってしまうかもしれないので。歌わなくなるっていうか、やる機会が減る。歌わなくなるって言うなってさっき言われたやん。さあ、あのね、この最初に歌ったタケノコと、やめてよ、次に歌う応援歌かっていうのはちょっとうるせえ。はい、タケノコが初めてできた2曲で、さあ、これもほんと歴史が深い曲だから、そうそうそう。ね、あれなんですけど。クラス、うるさい、黙れ。あ、ワンマンで。ワンマンは、まあ、わかんないけど。やらないかもしれない。そう。そう、あと、この衣装が、はい、本当にこれは、今日で見納めです。はい。やったーって。なんだか今日は反抗期なオタクが多いですね。ね、動物園ですかね。やりづらいけど、次の曲も盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエイ。はい。それでは、次の曲いくよ。やりましょう。うん。なつきさん、気合入ってる？めちゃめちゃ入ってる。はい。面白い。それでは、それでは聴いてください。タケノコで、応援かかか！行くぜ、酒のどっか
どこどこ
私たち武田子好きやな、はい、2018年10月21日に、はい、渋谷 WWWX でワンマンライブしまーす。初めてのワンマンライブ。そうだよね。なんでなんかいろいろ分けあるじゃないですか。そう、誕生日とか、そうそうそう、なんかさ、解散とか、ちょっとね、マーズの黒歴史はい、ぜひ、本当に600人も入る大きな会場なので、ここにいる人みんな来てください。よろしくお願いします。今日物販でチケットも売ってますので、はい、ぜひ来てください。お願いします。はい、お願いします。それでは、この後もラティを楽しんで帰ってください。以上、たけのこでした。バイバイ。ありがとうございました。大輔さん、先に謝ります。じゃ、ちょっと押したかも。ごめんなさい、いつも。押した？大丈夫。いつもごめんなさい。お疲れ様です。